バスケットボール男子日本代表で五輪2大会出場の富樫勇樹、千葉 J が28日、横浜市内で自らが企画したバスケと音楽を融合させたイベント、うなべらげフェス。を開催した高田真希、伝奏、河村勇気バ馬場雄大らバスケ男女日本代表のほか、パリ五輪で大活躍した他競技のアスリートも続々登場し、豪華共演。レスリング女子からは金メダリストの藤波朱 日体大、鏡優花、サントリー、体操男子は団体で金メダルを獲得した萱和真、谷川航、もにセントラルスポーツ、陸上男子の桐生祥秀、日本生命、だが、シュート対決や3対3で盛り上げた。トークショーのコーナーでは、パリ五輪の選手村について赤裸々トーク。谷川は、ピザがめっちゃおいしかった。パスタもゴルゴンゾーラのソースがあって、そればっかりと太鼓判。富樫から、毎日ピザ食べてた。 金メダルの前日もと驚かれると、多分、食べていた。金じゃなかったら何か言われてたと思う。笑い。と明かした。この話を隣で聞いていた気ウも、アサエッグベネディクトとコーヒーがあって、昼ハンバーガーと食事を楽しんでいた様子。だが僕はメダル持ってないと苦笑いした。鏡も、住み心地よかった。7時にオープンするパン屋で焼きたてパンを食べて、近くにコーヒー屋もあって、優雅な朝を毎日過ごしてたと笑顔で振り返り、 藤も毎朝パンにバターをつけて食べていたという。